れているなんて、本来ならありえないことだ。本当にこの男が。誰から聞いた？俺はここにいるの。ジョミーです。愛には限界がないため、愛こそが存在する最大の力であるという結論に至ったと。私たちを裏切る結果に終わった宇宙の他の種族の利用と制御に人類が失敗した今、私たちが他の種類のエネルギーを自分で養うのは急を要する。もし私たちが自分たちの種の存続を望むなら、もし私たちが生命の意味を、お酒の力を借りて。革命前夜ですから。じゃあ、合宿お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。今長野県は飯綱町に来ております。今お芝居の練習が終わりまして、そこへ出演されていました大竹さんに来ていただいております。こんにちは。こんにちは。どうも。じゃあちょっと自己紹介お願いいたします。はい、長野と東京で2拠点の活動をしている演技書シアターカンパニーの主催の大竹花と申します。よろしくお願いします。大竹さん。はい。主催なんですね。はい、大村御堂さんが芸術監督で一応、はい、まあ、名前みたいな感じですけど、主催をやらせていただいてます。まあ、2拠点ということなんですけども、まあ、東京とそれから長野、まあ、長野を選んだ理由って何かあったんですか？まあ、きっかけは本当ひょんなきっかけだったんですけど、はい、まあ、一昨年に映画の撮影で、どんな映画作ったんですか？無形の家という、はい、三姉妹とお父さんの家族の物語で、ロケ地で囲炉裏のある古民家を探してたんですけど、はい、どうしてもこう見つかっても、なんかこう町の人がとか親戚の方がでストップがかかってしまったんですけど、はいはいはい、でやっとお会いできたのが、すぐ近くにある古民家カフェのらのらさんのオーナーさんで、その方も東京と長野の2拠点活動をされてて、でお話をしたら、もういいよぜひ使ってって心よく OK してくださって、で、そこからのご縁で、離れがシェアハウスを始めたってことで、去年のコロナ禍の時に東京での公演が全く打てなくなってしまって、うん、で経済的にも精神的にもすごくダメージを受けてる時に、うん、ちょっと長野で休んで英気を養いたいなっていうところから2拠点生活が始まりました。うん、なんかその時にその始めたその農業ですかね、はい、すごくその環境が良くて精神的にも安定したっていうのを聞いたんですけども、はい、そうですね、なんかもともと植物を育てるっていうのは割と好きなタイプで家庭菜園とかやってたんですけど。あ、そうですか。はい、素晴らしい。でなんかこう種を植えて芽が出て成長していくのを見ている、見ていく喜び、なんかなんだろう、自然の摂理にちゃんと帰ってこれた気がして、なんか長野でのこの農作業の体験があるから、東京でもこう忙しい中でも頑張れるみたいな体感はあります。まあ、今日は合宿ってことで結構若い役者さんが十数名いらっしゃいましたよね。はい、なんか素晴らしいなと思って見てたんですけどもああいう人たちは、まあ東京だけじゃなくて長野でもやっぱやりたいっていう気持ちがあるんですかね、やっぱり。そうですね、まあ、劇団の方向としてこうやって本番の2週間前になったら、まあ、1週間ぐらい合宿稽古っていうのをやって、その、まあ、私自身が体感したことを、土に触れるとか、まあ、夏になったら川で遊ぶとか、なんかこう地球に生きてるんだっていうことが分かるようなことをぜひみんなにも体感してもらいたいなと思って合宿をやってるんですけど、で実際にみんなも楽しそうに、なかなかないじゃないですか、学校卒業しちゃうと集団で何かこう何なんだ青春みたいなって言ったらあれですけど、すごく、みんなにも喜んでもらえてるのかなって思います。みんなでこう泊まってね、ご飯食べたりなんて、はい、なかなか
経験ないですよね。そうですね。その同じ釜の飯を食べ、はいはい、一つの作品を作り上げるってなんかこう青春だなって思います。まあ、結構フリーな時間があったりとかで、まあ、はい、交流が深まって、まあ、活動にもすごくプラスに働いてるんでしょうかね。そうですね、そうだと思います。お芝居のきっかけっていうのはどんなところなんでしょうか。お芝居のきっかけもまたひょんなことだったんですけど、はい、まあ、とにかく学校卒業してから私は自分が何をやりたいのかわからなくて、うん、はい、転々といろんな仕事をしてたんですけど、はいはい、でだからこそこう何かを続けたことがない自分に自信がなくて、はい、でそんな時に、まあ、ちょっと躁鬱になってしまったんですね、はいはい、で、まあ、それもまたひょんなきっかけでお芝居と出会って、うん、お芝居を通じたらこう なんて言うんですかね、まあ、精神科のお医者さんじゃないから分からないですけど、うん、こう抑圧してた自分が本当は何が嬉しいのか、本当はどう思ってるのか、うん、そしてこう、うん、なんだ、発散できないじゃないですか、うん、普通の社会で生きてるとこう嫌なこと我慢したりとかしなきゃいけなくて、でもお芝居の中だったらこうありのままでいていいっていうか、うん、なんかそれから相談なくなったんですよね。そう、お芝居を始めてもう5年目になるんですけど、なくなってよかったですね。はい本当に、まあ、お芝居 の主人公にこうなりきるっていう、うん、その魅力っていうのは何なんでしょうかね。なりきる魅力、でも子供の頃って誰しもがこう、はい、ヒーローごっことか、なんだろう、それこそセラームごっことかやったと思うんですけど、うん、純粋に楽しかったと思うんですよね、何かになりきるって、うん、で大人になってそれをやるってなんかこう子供の頃の純粋さを思い返す、うん、思い出すみたいな、はいはい、であすごいな、お芝居ってすごいなって思ったのが、はい、普通に来てたら自分一人の人生しか歩めないけど、うん、お芝居を通じたらこういろんな人の人生を歩めて、そう、それが自分の人生経験の中に入る、そしてなんかこう素敵な俳優さん女優さんってこう厚みが増していくのかなって思いました、うん、お芝居を通じて何かこう社会的にも周りにこうす広めたいことってあるんでしょうか。なんか、まあ、私自身がそういうこう自分の殻の中で閉じこもってたとこから救ってもらったっていう存在なので、もし私みたいなちょっと悩んでる人がいるんだったら、うん、もうお芝居を見るでもいいしやるでもいいし、なんかこうもっと楽しくなってもらえたらいいなって思うのと、あとは主催の大村さん、芸術監督の大村さんが目指すその世界水準の演技芸術っていうのがこう役者っていう世界に入ったからにはこう挑戦していきたいなってっていう思いはあります。なるほど、はい、長野でも演技者シアターカンパニーを立ち上げるっていうお話があるようですけども、はい、その辺のことちょっとお話していきますか。はい、まあ、本格的に活動していきたいなって思ったきっかけは、はい、コミカカフェノラノラさんで、うん、去年からまあちょっとしたワークショップとかちょっとした上演会とか、東京で撮った作品の映画上映会とかをやったんですけど、うん、すごく地元の方に喜んでいただけたんですね、うんうん、で聞いてみたらやっぱりそういう機会はないっておっしゃってたので、うんうん、だったら長野でもこうお芝居見れる機会をやる機会を増やせたらいいなと思って、うん、やってます。あ、で長野の方ってもともとその山に囲まれてたり、うん、畑があるのが当たり前だったりとかして、もともとお芝居のセンスがいいんですよね、うん、やってみたら。そうなんです。あ、すごい素晴らしい。で私も影響を受けて学ぶこともあるし、うんうん、そんな楽しいことがあるんだったら、うん、本格的に活動していきたいなと思いました、うん。なるほど、はい、ちょっと登ってく山の方に登ってくるとすごいいい景色でしたよね、はい、ロケーションがいいっていうか、はい、もう本当に素敵な風景でね、帰ってきた、なんかわからないけど帰ってきたっていう感じが、別に長野出身ではないんですけども思いますね。そこが2拠点のいいところですよね。はい、そう、長野でこう英気を養って東京でまた頑張るっていう素敵なサイクルができてます。
まあ、コロナ効果かもしれないですけどね。そうですね、まあね、せいでもあったりおかげでもあったりするのかなって思いました。ぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。あ、どうも、こんにちは。今あの長野県は飯綱町に来ております。ここでお芝居の練習をしているという情報を聞きましたので、はい、早速やってまいりました。あ、どうも。ちょっと雨が降っちゃったんですけども、はい、まあ、こんな素敵なところで、はい、お芝居の練習をしているということで、はい、ちょっと自己紹介お願いいたします。はい、東京と長野飯綱町を2拠点にして、東京の足立区の方で綾瀬っていうところで、はい、3階建ての工場跡を改装して、はい、2階3階を東京のアトリエにしてそこで活動しております。演劇者シアターカンパニーっていう団体の劇団の、芸術監督を務めています大村御堂と申します。よろしくお願いします。大村さん、はい、監督さんということで、はい、監督、まあ、先ほど練習の風景見させていただいたんですけども、はい、今回のその練習はどんな内容なんでしょうか。東京のアトリエで公演してしたり東京近郊で公演したりとか東京都内で公演したりとかする活動を毎年年5、6本、7、8本お芝居を作って活動しています。で、演技者塾っていう演技教室もやってまして、そこのメンバーも含めて今回総勢16名で、奈良の方に合宿に来ております。そして今回2本立てで慈愛をテーマにした女優陣中心の作品とあと滅びゆく日本っていうのをテーマにした男性陣のちょっと硬派な作品の、2本立てになっております。なるほど、はい、今ちょうど公演の1週間前、明日東京に戻ってアトリエで1週間稽古して10日間ぐらいの公演を予定しております。東京都内で、はい、じゃあ今月中にあるんですね。はい、あと1週間なんです。まあ、ちょっと長野からだとなかなか行けないかなと思うんですけども、はい、それでこのアトリエ借りたのは、長野で劇団演技者っていうのを、はい、作ろうと思いまして、はい、で劇団演技者っていうのは昔からの自分の夢でアマチュア劇団、東京のプロの人たちと一緒に長野でアマチュアをやりたいっていう人たちがいれば一緒にやりたいなと思ってそれで劇団演技者っていうのを作って、はい、でここを少し4月から、はい、お借りして。あ、これからですよね。だから多分来年どこかな、候補は奈良の市芸術館というところであたりで来年の春と秋の2回旗揚げ公演したいなと思ってます。まあ、長野ここを特にこう選んだ理由って何かあったんでしょうか。この近くに車から5分ぐらいのところに、はい、古民家カフェノラノラっていうノラノラ、はい、同じく2拠点生活してらっしゃるご夫婦がいらっしゃいまして、はいはい、そこの離れを女房と一緒に1年間お借りして、はい、僕も2拠点生活を始めて、ね、畑仕事したりとかしていくうちに、はい、役者にとって、役者の成長にとってすごくいいんじゃないかと思って、うん、だから合宿できる環境を整えようと思って、うん、それと長年の夢であるアマチュア劇団を長野で作れればいいなと思って、うん、なるほど、はい、やっぱりいい環境にはいいんですかね。そら、もう圧倒的にいいと思いますよね。土に触れたり、はいはい、ね、太陽を浴びたりとかして全くで、若い俳優も数回合宿を繰り返すだけで、うん、なんかこう明るくなるっていうか、あ、エネルギッシュになっていく、そんな感じです。わかりました。まあ、今後そのいずれは長野で、演技者、なんていうんですか、お芝居の、はい、塾っていうんですかね、はい、を立ち上げたいという、はい、そういう夢を持ってるんですね。はい、もうすでに4月から始めてるって感じですよね。あ、もうこの4月から、はい、去年その準備でノラノラカフェで、たまにこっちのアマチュアの子たちと一緒に、うん、少し発表会したりとか、うん、上演会、お芝居の上演会したりとかを、はい、結構定期的に繰り返してまして、その延長で今年はそこの正式に劇団を発足させるって形で、だから奈良のいずれ拠点にしたいなと思ってるんです、うん、自分は個人的には。大村さん自体のその、うん、まあお芝居の
経験っていうのはかなり長いと聞いたんですけど、はい、僕はあのアメリカの方 の演技システムを、はい、あの学んでて、30ぐらいからそのアメリカの方の演技システムの演技教師もやってて、俳優やりながら演技教師やりながら、うん、作演出って形 で、40代の時舞踏という踊りを、うん、もやってまして、それでヨーロッパの方に5年ほど修行に回ったりとかしてて、うん、だからなんかこう世界水準のなんか劇団を日本で作りたいなと思って、うん、じゃあ長野にもいくつか劇団がありますけど、うん、脅威になっちゃいますね。おいおぜひぜひ仲良く本当にね、もしなんか一緒にコラボできればすごく嬉しいなと思って、はい、またあの、ま、来たばっかりなんでちょっと落ち着いたらその各劇団にご挨拶回りしたいなとは思ってるんです、うん、その説はどうぞよろしくお願いします。まあ目指すは今日の内容からもうなんか感じたんですけども、すごくこうなんていうかな、政治絡みだったりとか、それはね、今回この作品が初めて。あ、そうなんですか、うん、そういうのを得意にしてるわけではない。ではない、ね、実はもっとヒューマンな感じで、はい、これはまあ、さっき見ていただいたのはちょっと政治的なやつで、まあ、今の状況を踏まえて、ちょっと自分が少しやりたいなと思って、すごいわがままで、普段はあんまりやってません。曲やなんかも書くんですよ。はい、一応全部脚本書いて、演出して、はいはい、今日ご覧になったように音響もやりながら、そうですね、そうですね、演じてました。素晴らしい。一人何役もこなしながら、まあ、自分も演技しながらということで、大変な、まあ、劇団のスタートだとは思うんですけども、ぜひ今後頑張ってほしいと思います。ぜひぜひ、もし長野で、見られる機会がありましたら、ぜひ来年春秋お会いしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。劇場でお会いしましょう。最後に、はい、お芝居とは自分にとってどんなものなんでしょうか。真面目な話すると、はい、自分はお芝居は自分にとってはうん、ブッダへの道、うん、なんかそういうセリフありましたよね。ブッダの末端の弟子であるってことを自負してるんで、うん、自分の書く舞台は大人の童話っていうか、こう大人の童話とか民謡とかなんかこうお経みたいな、うんうん、そういうことを志して、一応宮沢賢治先生を兄貴として、はいはいはい、ブッダを父さんとしてっていう偉そうに言えば、そういうのが自分のお芝居です。もう一つ、うん、大村さんの初めて舞台に立った日はいつだったんでしょうか。ね、いつだっけ、26かな、はいはいはい、ちゃんとした舞台ね、26歳だと思う。今59だからかれこれ33年前。なるほど、はい。まあ、結構地元の人たちもこう、二拠点、はい、っていうことで、まあ、いろんな人にこう支えられながら、はい、まあ、ここをこう立ち上げてるんじゃないかなと思うんですけども。そうですよね、飯綱町、特にこの1年間にていろいろ飯綱町のなんかこう人たちと知り合って、はい、その人たちがいろいろ協力してくれて、初めてこう場所も見つかるし、はい、人間関係も広がってきてるんで、はいはい、すごく過ごしやすいっていうか、なんかこう、うん、ね、他県から来る人たちを応援してくれてる町なんで、うん、すごい助かります。なるほど、ぜひ目に向かって頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。いや、こちらこそどうも。また取材お願いします。だって、殺菌消毒しないとバッチャー、お湯とか温めないで。いや、そのままやってます。そのままやってます。いや、あげたかったね、ごめんね。ねえ、そう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 、はい、いや、タコも食べました。好きだね、好きだよね。おいしいね、おいしいね。落ちちゃったね、落ちちゃったね。そっちはいっぱい出る。